はい、サイクスよはい、タイはい、サイチャーガン・ジュー・ヤミ・シェビーがやさいタイはカムズ・さんにヘイレビュー <laughs> とーティー・リカプーおんならがプーじゃないですよル <laughs> ープ先生はい、ありがとうございます今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします <laughs> ということで、改めてですね変な日本ヤマト口のエビとしてや,やさいジュ <laughs>、えー・ヤマタ、え、ヒズケ・エビューガー 産後、えー、の5日うち、えー、のあぐみゅとおって総合の25日なといびんああ、産後の日です本当ですねお産の後の産後の日 <laughs> <laughs> お母さん大丈夫ですか <laughs> 大丈夫じゃないです低陽石灰ですから痛いですあ <laughs> 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 いえななディジなとびっさお父さん看病してあの養生させてください お願いします。ということで、すみません、ちょっと暴走気味ですけども。<laughs> はい、ということで、改めまして、皆さん、山和口でも、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、お昼一時となりました。この時間は。えー、f m エフキノワンから生放送で。ええー、ちむがなさ、しまくとばニュース、お届け、シェアリ、おもとエビ。 今日の日付は3月の5日、産後の日ですね。で、それから、旧暦では1月、正月のです、ね、25日、何やがて人ちですね。うん、という形でありますけども、皆様、いかがお過ごしでしょうか。また、地のから、網太って、網、ね、の恵み、太いビータンやさい。 昨日一日一中雨降ってましたからねあーなーせっかくね、うん、映画の撮影入ってましたのに <laughs> 中目優勝す。撮影が野菜。はい、あい,いえな。またあそっか小座を舞台にした映画の撮影装単でのくとやびたちが野菜。今日はできてますかね <laughs> <laughs> 今日またや,やいびたちがこの、まあ、春中春の春ソウルちゅうの茶屋一平うっさんで。 梅そうですね。畑にとっては、またね、ありがたいですよ。まあ、もう本当に。降り、降ってくださいというね、いつも願っていましたからね。そうですね。はい。沖縄県も、ちょっと水不足ということ。そうですね。あの、ディージーアイビーとしが野菜。少し余しになってくれたらなっていうね。お願いも込めておりますけども。アメフィワリスディカプードン。や、スディカプードン、本当に。トーティスディカプードン。またフィワリを。 ぜひ神様にお願いしつつですね。番組もスタートしていきたいと思いますけれども、どうしらしわしわしビいびたのパーソナリティや。わね、かもんかもんなのかや。ガクフツのあみりぶんちょいビンイリんやうしがにやいびウリクラナチュイや。クイーンズにガチマヤのカマドをばいあいびん。ゆたしこにげさびら。ゆたさることおにげさびら。よろしくお願いいたします。はい、今日また。 1> 1時間です、ね、カマドゥーオーバーとともに番組ウクイサビグトウ,ウスウヨ、えー、ウワイマディチクミソリヨサイ、いタサルゴトウオニゲサビラウニゲサビよろしくお願いいたします。このチムガナサしまくツばニュースや午後1時から午後2時の1時間 FM ギノワンからまあ飛行機の音も合わせてですね、<laughs> おとどきそイビンドホン <laughs> に <laughs> さっきから何機もトンテるのよあれして今から降りるんだよ、うん、ちょうど通り道ですからね。 まあこれも飛行場にね。これも自濃の,のまあ現状ということで。お勤めだから彼らもしょうがないです、うん。本当ですね。天気も心配ですけども。安全に降りてください。<laughs> はい、ぜひお願いいたします。<laughs> 声届いてるといいですけども。ということで一時間ですね。<laughs> 皆さんとお届けしていきますので、上山利一君総理要塞湯田さるくと鬼木さびら。<laughs> この番組は株式会社 OSD、株式会社国健システム。 有限会社三木建築設計大城と家屋く調査士事務所株式会社マルチ有限会社北翔産業 FM ギルマンと北谷町文化協会島くつば青年部沖縄ハンン NPO の協力しウークイーサビラ来る番組や島くつばエンターテイメント師島々のウトとカタリン伝承師チュル番組やいびんどう祭島くつばのことマンブリー ソウルゲストンケーシシマクトマノクとウチナーナマ今ウツドキシェアンドウムトイビン世界には約7000の言語があると言われ今世紀中に約半分の3500言語が消滅すると言われていますまあそうですねお字をばのいない子はウチナグチわからんというもん,うんまあそのウチナグチも一つということで言われてますけどもねユネスコの発表で 日本にも8つ、8, 8の、えー、絶滅危惧言語が登録されていて、ですね、えー、なんとそのうちの6つが琉球書語、奄美、えー、語、国頭語、沖縄語、宮古語、八山語、与那国語と呼ばれる沖縄にある言葉たちなのです。えー、出張いビタカ野菜、ご存知でしたでしょうか。この中にも,、まあ、タラマフツも入ってますね<ー> ウンクシュウヨウンジュナータの島の言葉やヌーヤイビーガやワラビの自分ちっちゃる言葉ウビートイビーガや800言語存在した多様性ある琉球書語島々の言葉の再活性化復興継承普及に向け島々の言葉島言葉で語っていく作り上げていく番組となっています島々は同じタやビラやウンジュナータあウニゲサビラ,サビラお願いいたしますグスヨから カロの曲のリクエスト、シマクトバやチューのトピックに関する質問など、カジニ、ユシティメシエブリヨーサイ、メールアドレスやムルコモジサーに797、アットマーク、FM ギノワン、797、アットマーク、FMGINOWAN.com、ナトイビン、また、インターネットテ FM ギノワンで検索しねネ、YouTube と ツイキャスですね生放送知ることないビンドウサイぜひあのラジオ放送とアワチョウティぜひ父組総理をサイいたさるぐとオニゲサビラメッセージマッチョイビンドサイではヤマ口でもご紹介メールアドレスはすべて小文字で七九七アットマーク FM ギノワンドットコム七九七アットマーク FM ギノワンドットコムとなっています また、インターネットを使える環境の皆さんは、FM ギノマンと検索しますと、YouTube とツイキャスでもですね放送楽しみ楽しんでもらえることになっております。ぜひぜひ、両方、どちらもですね合わせてお楽しみいただきたいと思います。いたさること、にげさびら。ということで、ちょっと番組紹介、う <laughs> ちていさびたしが野菜。いやちょうどまた、なんて言うんでしょうか。 F.M. ジのンギノマンがですね、スタジオ工事総委託とあの初のスタジオなんですよ、鎌頭<ー>さん。さっぱりして綺麗ですね。本当ですね。はい。一瞥チュラチュラさチュラセイビーヤサイ。うんうん。もうなんかなんていうんですか、もう人入ったらもうなんかおしゃれなカフェに迷い迷い込んだような感じになっちゃってですね。ボ、はい、<laughs> リオンビールのモーカル。<laughs> え？またなもう鎌頭さん。<laughs> 生放送で行くしもにし、あ <laughs>、じゃ、じゃ <laughs> <え>、じゃ、な、で、じゃ、さ。超グーです。オリオンビル。いや、これ。菊のつゆと。<laughs> ああ、これな、ガッティンナイビランスさ、坂本さん、あ、なんか宣伝したね。な、<laughs> <laughs> もう。ちょうどもうこういった、なんか。新しくなると、また気持ちも新たになるなと。坂本さん、先ほど、あの、ョイビーた氏が、あの。くさんかい。この、なんていうんですか、イチョウタル。なんですかね、この植物。 ああこれトゥンベンギー、トゥンベンギー、これトゥンベンギでして内ナ口氏のリアビがやせん。トンベンギ、あでもわからないですね内ナ口では、大和口では流絶卵、流節卵というんですよね。トゥンベンギー、これすごい棘もあるんですよ。あ、ええー、でもなんかこんな形で中に置かれてるんですね。 かっこいいねかっこいいですね。これあの、沖縄子どもの国の入り口あたりで、うん、すごい高く伸びて咲くときがあります、えー。あ、本当ですかはい、リュウゼあもう。タラマにもありますよ。あ、タラマにも。トゥンベンギー。トゥンベンギー。これ、たぜひタラ,マ普通タラマの言葉、ですのでぜひ皆さんも覚えていただけたらなと思ってます。<laughs> トゥンベンギー。トゥンベンギーなんか。うちのあげち,ち,ちゃん、トゥンペンに聞こえて。トゥンペ ト文平とつばのことでしょグブリゾビだ。え、和製の。これ本気。すみません、お昼ご飯食べてる人もいるかもしれない。大丈夫です。言葉ってそういうものです。いろんなあの。言葉がありますからね。別に汚くないと。綺麗です。グブリゾビ。これでほうきも使います。センスも。はい、横切る。暑い時はセンス。もう。 <laughs> 風知芸止していただいてですね、<laughs> 使っていただけたと思うんですけども、<laughs> ということで、あのオープニングですね、少しインタクサあの酒井話しシーブさんリムトイビシが野菜。ちぬはまた三月四日やゆっか日三振の日三振の日ということで、あの出てますけどもね。三月三日は耳の日。あ耳うちの母の日。あぬがぬうち民家やこと。<laughs> <laughs> いいえな。民国はやぐとそういうことですか。まあ、戦争の時母守亡って。ああ<ー>、うん、ヤングキャラーですよ。イフシャの土地のお話やびんやせ。そうです。うん。<laughs> まあこのまあ耳を大切にしてほしいというこう、はい、願いから込められていると思いますけどもね。はい、そうですね。ねちょうどこの記念日が重なってますね。ああのー、大和でいうとまたあれですね。あのー、何でしたでしょうか。桃の節句。<ー>あのー。 おひな様、えー、じゃなくて飾りのありましたけどもねはい、はい、まあなんかひな祭りあの過ぎてこうひな祭りの,このもの片付けなかったら。 読めに行くのが遅れるよみたいなののニュースよくやってましたね。おすごい。すごいですね。だから私遅れたんだね。今から行くんですよ。今から生からな。生から。読めんけ無会話。人生生まるサラバンズやびく。サラバンズどう十八。十八となる。十八あいやバンズーやびんやさい。チューブ先生お願いします。 いいんですかこんなツバメ候補二番でいいんですかかまどぅさんあもうすいませんご振りね<ぶ>り <laughs>、まあ、皆さんも知っての通りですけどもかまどぅさんは FM 講座で、えー、毎週火曜日今日でしたねはい、はい、今日でした今日の午前中マイオアシスという番組でたらまふつのコーナーをされておりますけども、はい、そのコーナーの中であのリスナーの皆さんとの掛け合いですねたらまふつでの掛け合いとかもういつも なんていうんでしょうかね。父親を見せる方々も若いルハジエビがこう元気を <laughs> <laughs> 朝からなんかいただいけいただけるコーナーになっているので、今日はでも暗い話でした。ああ<ー>、戦の話。ああ、そうでした戦やらないでくださいみたいうん、まあ連日報道今されてますけどもね。<laughs> まあ本当に鴨頭さんはまたあの医者のまあ経験者でもありまして、日頃は、はい、この語りべの活動もそうですけども、あの特に

でも本当の経験をしてきたお話ということで皆さんにもまた慰霊、ま、の日はねライブハウスジグザグでやります名人そうですねあのジグザグの子者さんも一等 <laughs>、はい、に一緒にやまあ本当はね思い出したくないんですけどね、うん、まあ平和が一番だから行っちゃうシおばシーはあるなよーてぃぷされたらいくしゃやシェーネービランドと <laughs> 育成シ,シェネヴビランドというそういったことともあのやっぱり平和のためのまた亀田さん日頃からの活動ひじからの活動とまた、えー、と沖縄市の方では見守りですね忠民トール活動、はい、認知症の方々のとかね,ですねまあ詐欺予防とかねうんまあ高齢者の見守りサポート役も あるいはワラバーターもねそうなんですよワラミンチャーの活動も見守っていただいてキッズデポでもねそうなんですよ今日はこれから小ヤの公民館にまた行きますあ,あ、そうですよねちょっとこの番組をプロデュースします沖縄ハンズオンが沖縄市の沖縄市役所からですね、はい、委託を受けてえ沖縄市内の十五カ所の自治公民館で,で、ね、はい出前児童館キッズデポというあもう十年以上ですね取り組みさせてもらってますがかまどぅさんにもこの遊びの サポートということで子供たちと一緒に遊び、トーチいろいろなむんラらしですねしていただいておりますちょうど今鎌田さんムッチョールムのぬぬやみしえびが野菜ほうきですほうきたらも普通しぬんりやびが野菜ポークスポークスポークスポーキじゃないよあほうじゃんポークスポークククムチカサビンやこれはユスクポうクユスクほーク 違うな。そしてこれを座敷用、<laughs> 座敷、そして台所用なんかは、うん、ソテツの葉っぱで、あは。台所をスーティーチャーですか？ソテツの葉っぱを何枚か、五六枚重ねてこう、あ、作りから。やっぱりこれみたいにくびったりしてね。は。あ、もう用途にあ分けて差し分けていこう。これはもう昔はもうお座敷、うん、畳とかですか？そうですね。あ、ご座、ご座とかね。ご座とか、うん。 なるほど台所の、まあ、コンクリとか、まあ、土の上とかはソテツの葉っぱを45枚こう重ねてうんやっぱりこれみたいに縛ってねやっていましたちょうどこのわらびんちゃんのプログラムの中の通りこうあっ、うん、ています具志、はい、の放置熟院立ち近頃やびたしがや、うん、旧暦では20日そうがち。 ああちょうど相引いたこと、20、うんまあ、日総合賃で者あんまりあのやらないところもあるみたいですけども、まあ、総合陣の片敷き、住んでることやアイビいたこと、うん、この放、ま、置、あ、塾っていう、屋に、まあ、このヒージーからの地名の,のこう、ガネ、ね、リアビーが安い、うん、お手伝いって言うんですかね、お手伝い子どもたちにもこう意識持ってもらえたらということで、かまどさんもこう、放置竹衣をガネしていただきまして。はい、そうですはい

宿題とし、牛のほうきちくちメンソーリオンにち。ユスクボーク。ユスクボーク。あ全然違うんだ。シュティツヌパーポーク。ポークス。ポークス。英語みたいですね。よく言われます。タラマ語は英語みたい英語みたいでポークス。皆ささま一緒にポークス。ポークス。ポークス。シュティツヌパーポークス。シュティツヌパーポークス。

ごめんなさみまい。<laughs> <laughs>

タラマの言葉なといびにしたやルブシンもなりいや。おお、頑張るぞ。あんと結婚しろ。シェーネ・ミランド意味わかる。わかりました。私と結婚して。失礼ね。ラジオの聞いてさすみません。すみません。もう置いてきぼりで公開プロポーズされてしまいましたけどね。言葉は何とでも言うね。失敗でも言うね。 そういういことか言葉のあやっていうことですか、これは。<laughs> まあ、ということで、皆さん、失礼しました。あのですね、あのそうなんですよいつもラジオの方でですみ、ね、ません、あの最近は収録放送というのが続いてましたのでなかなかあのコメントをリアルタイムでゆまびらんたことやら、ね、あのもしかしたらあのクエルメル・ハルサさんにも伝わってたらいいなと思うんですけどもね。<laughs> またもしあのち あの父親 BA から、ね、あのメッセージあっていう話をしたとたんに今来てますね。来てます。<laughs> ちゃんと聞いてくださってるんだ。よかった。<laughs> えっとですね、メッセージ今紹介しましょうかじゃあ。えっと、こんにちは番組をなされているえー、嘘でしょイケメンボイスの方人生の師匠のおばちゃんここで以前私がメールさした際の動画を視聴<う>すると目上の 敬い言葉がなっていませんでしたよってああすいませんえゴ、ー、ミには何々やいびがさいとつく付け加えてくださいとあーありがとうございます春沢さんからのアドバイスですねいやー嬉しいですありがとうございますもうあのー、うんこ通しこう島々の言葉の真摯があのー、この番組委員会に名シェいビと野さいもういっぺんうっさいびんこの言葉のまた上達 ナイルハジアイビクトヤサイ大変嬉しいです本当にでも原田さんお元気ですみませんでしたこのメッセージですねなかなか読めなかったのでもう本当にありがとうございますやっと今月からあのリアルタイムで読めることにもなったのでぜひまたお時間ありましたらお手つきの時間でご参加いただけると嬉しいですということでですねちょっとお話もあの 弾んできましたけど、いろいろ雨雲走ってきましたけども今日またカマドゥーさんと最初の話で言うとその産後の日の話していましたね耳の日から今話がつながりましたけどもちょうどはい3月5日産後の日ですよとちょうど今日からですね実はカマドゥーさん慶、はい、っていう二十四節気の,世紀の,あの季節の変わり目の日になってまして。 あの俺あの春んかいうんかってこう一虫茶が一虫の茶が農業の敵ねまあそうですね言ったらまあそうですけどまあ液中なんていうのもいますけども昔はねだからこの虫を例えばバッタとかねまあ食べもしたけどバッタも虫をその取って海にってい 長す行事があったんですよ。あ、あ、なんかあぶしばれ。草花みたいな何かでね。あ、じゃ、あうちのあのなんかあぶしばれ。そうそうぬぐとの。はいはい。うん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 。農業の敵だもんね。そう、まあ、そうですね。また、食べもしたけどね、バッタなんか。はかまびたんな。はい。だって、食べ物ない時期だもん、私のちっちゃい時。ソテツまで食べましたよ。スーティーチャーマデああ、もう。 僕本当にいかに生がここっちりこう恵まれているのかっていうのがありますよね。はい、今の時代は幸せですよ。好きなものからもお菓子もいっぱい。お菓子もいっぱい。こわっち麺まんディご飯のまんデあ、お菓子もいっぱい。朝よいっぱいお酒味噌るよ。ああ、本当ですね。<laughs> 今が元気でいられることっていうのはそういうことかもしれないですね、鴨頭さん。はい。今の追加キャスでもそのメッセージそうですね来てて読めてなくてすみません。えっとたけさん。 FM エム座でも聞いてくださって、たけさんですね。うん、こんにちは。今回 FM エグノワンからですねと。チェックしていただいて、ありがとうございます。二平デビル。スィあの、うちのあちの方で、<ー>あの本土にいらっしゃる方なんですね。<ー>で、あと。かまさん、この方わかるんじゃないですか。ちゃんおかさん。はいはいはい。かまどおさん、こんにちは。って来てますこんにちは。ちゃんおかさん、いつもありがとうございます。<laughs> で、たけさん、面白いですということで。<laughs> 本当ですかね。よろしくですけども。も <laughs> いやでもカマドゥーさんがいつも、はい、あの笑かしてくださ,くださっているのでもう僕もあ笑いながらもあやられたカマドゥーさんにと思いながらですねパパイヤーさんも聞いていらっしゃる聞いいいてたらいいですね今日オレンジを着てますけどいつもカマドゥーさんのトレードカラーのオレンジ色ですね <laughs> あのパパイヤーさんからいただいた T シャツですよねカマドゥーさん。 ぜひ皆さんあの聞いてましたらまたコメント参加していただけるとありがたいです。ぜひよろしくお願いいたします。コメントもよろしくお願いします。二兵ビルありがとうございます。トーティスディがプー。あいおならがプーじゃないですよ。<laughs> ちょうどお昼後なんでね。もしかしたらおならしてる人もいるかもしれない <laughs> <laughs>、はい。失礼しました。すみません。グブリーサビタン <laughs> すみません。変な冗談でしたね。ということでえっとですね。ちょっと曲を挟んでお話また。 進めていけたらと思うんですけども、カマズさんちょっとち,ちょっと私の方から流してもったさいいですか？イビが野菜。はいどうぞ。はい、カマズさんがゲストなので、じゃこの歌をお届けしましょう。えー、宮古民謡ですね。はい、えー。国吉源氏さんで、お<ー>成山綾久。おお。はいはい。きサビラ野菜。はい。ただいまお届けした曲や洋裁、えー。国吉源氏さんの成山綾久。お届きさびたん。

あのにりとかもありましたよねの言葉もタラマフツみたいに「り」に「丸がついて「にいり」って書いててチャーシーがやにちお祈りのことあたりとかもこんな言葉使うえー、ラリルレロの,にあの「り」に皆さんあの<え>パピプペポのえ「丸がつくんですよね「いる」「える」西のこと「いる」いる「いる」「いる」東のこと「あがいる」あがい「いる」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 「いがる」 アがルあがりたあがりたあがりたあが違うあがりた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 てがりたあ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 がりていがりたあがりたあが FM いやでもこれはもう日本語にもない発音ですよねでうちのあぐちにももちろんないですねで宮古にもあ,のあまりないですよねこれは多良間普通,普通独特の独特発音らしいんですよだから宮古本島のおばあたちもね、うん、私が若い頃子守りしてる頃も多良間の言葉は英語みたいねってよく言われいや本当ですね

すいません、失礼しました。はい、あの放送また引き続き来ていただきたい。コメント来てるよね、かまさん紹介しましょうね。<laughs> えっと、ちゃんおかさんが。あ、ちゃんおかさん、はい、いつもありがとうございますつ。つばめもブーってきてますよ。つばめも、もぷ。あ、そう、そうなのよ。入局タウンにつばめがたくさんいらっしゃるの。の <laughs> モもぷ。で、じゃ、ヌーヤイビーがいモもぷ。おならじゃない。えー、そうですか。<laughs> へー、ひー。 ピピピですか、えー、じゃなければ掃除するモップ。ああ、えー、そういうこと。言 <laughs> いいえな英語英語、英語のグッズになってい,いですか。あ,のあと、シャンオカさんからあのナーチクトパ、えー、ア,ガアガリティダイコール若つツバを食べた、笑ってます。<laughs> どういうことですか、これ。もう私も分からない、これ。東から上がってくる太陽。と、はい、いうことですよね。アガリティダ。 これもリもルッテつくってるんですね。アガ,アガルティダ。アガルティダ。だ。ルティダ。イルティダ。これ西の太陽ってことですねはいはい、はい。パイティダ。パイティダ。あ、パイは南ですね。南の太陽。方角の言い方もやっぱりそれぞれありますけども。これじゃあちなみに、カムドさん、北は,北はヌンディエビがいいすニス。ニス。 あ、もうちなぐちと日曜日いびやさい。うちなぐちしゃの西しんりやがしやさい。北たいびしゃにでこのたらまではにす。にすぱい。にすぱい。あがる。い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 るじゃないです。いる。いる。あたとえ日がや。あたり。じゃ皆さん、一緒にちょっとじゃかむとさん。 西フェい<る>あ,あ,あ、じゃあ順番に行きましょうかじゃあ僕が一名口で最初言うのでその後に鴨寿さん行ってくださいあの、では皆さん視聴見せるうんちゅなたんまた練習さびら野菜ネイビシミソーリじゃあ西いるえ西あそっか <laughs> じ,ゃああじゃあ大和口で言いましょうかいきますよじゃあ北西西パイ 南。パイ。パイ。東。上がる。上がる。西。いる。いる。うわー、これ発音皆さんできていますかね。あ、ちゃんおかさんが。発音できないと怒られるよ。って怒りませんよ。え、F. M. こそでは。で若いツバメだから。F. M. こそではもしかして皆さん。叱られてるのかな。<laughs> 上条美希さんとか叱られてるけ <laughs> ちょっと心配になってきた急に <laughs> いや皆さんその今ちょっと方角の話でしたけどもねいやでもやっぱりこうタラマ普通独特の表現難しいってよく言,言,わ、うん、言われましたね古本島のおばあちゃんたちなんかね「たらまの言葉英語みたいね」ってやしかも宮古の方がそ,れそういうふうに言ってるんですよね 驚いっぺんにフェーデビルには、うん、タンディガタンディっていうの。宮古<ー>本当は。タラマはトーティースディガプー。いや違うんですよね。スディガプー。オナラガプーじゃないです。オナラガプーじゃないですね。確かに、カムデさんいつもスディガプー、オナラガプーっていうふうに教えていただきましたけども。オナラガプーは教えてないよ。 教えてないか?。誤解しないで。<laughs> ちょっとあのララップのような感じで。言葉が合ってるんですよね。<laughs> <laughs> ラッパーじゃあるまいし。し<ッ> <laughs> かまどラッパーですね。<laughs> ちょうどあの、はい、そうなんですよね。だから言葉も、こう。ま、まあ、でも、都の一部の島では、尻が風というそうですね。池間島とかは。尻が風というそうです。なので、ちょっとそこは、ただまあ、ふちと。ちょっと似てる部分があるのかなっていうのはありますけれども。 タンディガータンディも,もう都といえばそうですよね。タンディガータンディ。町の方はね。何、はい、ですか,あ,なんですかあららがまじゃなくてなんですかあのびっくりした時の表現ありましたよね。赤 <laughs> いであう,う感じのこの <laughs> なんか都のことを吐くような発音が印象的ですよね。皆さんの身近な方にも都の方いらっしゃいますかね。 ぜひなんか教えていただけたらなと思いますけれども、今ちょっとかまど田さんメッセージが来ているので、紹介サビラ野菜、ううい紹介サビラウクエの目の春澤さんから。いつもありがとうございます。ます <laughs> マタングブリーサビラ。生サチグワ。生サチグワ。サチグワンチ。あえサンゴのことサチグワンって言うんですかえさ、違うか。 サチゴアンチアイビーたちが。酒のこと <laughs> いや、あ、違うや。生サチゴは三号の日んちっていうことだが失礼しました。ただ三号の日っていうことで話があ,あ,、ね、ありましたよねってことでごますね。うち、はい、のうちのアンチュが歓迎で三35スリーファイブンビチコーヒーチクティあチクテンチあ,ありますね。アイビーたんと三号コーヒーってありますねありますね。すね<ー>和宮生 えー、ぬ,ぬで年誌がと、やいびいしが、もののにぬどく高さの、確かにね、冷や内装そしがと、しかしあまりに物価高で驚きと、綿村の下地、えー、自治体から暮らし方、家臣地、陣のアイビー団、ああ、物価高騰生活支援給付金というのが出たそうですね。ということで、春澤さんからメッセージ、頂調えびん。 いや確かにもう物価高はもうそトゥマラングトトンやさいーというのはトイビ野菜もうなねぬがぬんちなこう一ぐり猿の中になってきてるなっていうのはありますけどもねこうニュースでもよく言われてますねこうあの何んですかこのインボイス制度とかの話もありますけども。 余計小さなあの離島に行けば行くほど高くなるのよ。うん船費もいろんな経費がかかるからね。そうですね。こういうこうインフラ的なものとか、この生活のこのまあ大事な柱となるものは距離が遠くなれば遠くなるほど厳、はい、しくなるんですよね。はい、いやまあどうこのどうにかこの何かなんていうんですかねバランスを取りながら一緒にこう。 今ででこそこう何かか頑張れるものとかですね春沢さんは特にまた畑をされてるのでうん、うん、それがなんかだ,だから春沢さんというネームつけてらっしゃるまさにそうなんですよ何かいよ。なんか癒しになってもらえたらなと思ってますのでぜひまた千葉の野菜もう一緒にまたでもまた何か分け合えることがあれば僕らもちょっとだけ畑させてもらってますけどもね <laughs> ぜひ七八九味噌んがやんでちむといびん

そうなんです。まあさせてもらちょっとだけなんですけどもね。あのー、本当に。ユウム先生の体の方が大きいんじゃない <laughs> <laughs> あの畑より。<laughs> <laughs> もう入らないですかね。亡くなるときはあそこで入れて。<laughs> <laughs> <laughs> まあ失礼。失礼しました。ご無理かいなとおもいす。みません。もうそこまでは進まず。<laughs> 先なるのこっちだから。<laughs> 失礼しました。<laughs> はいそんなこんなでですね <laughs> お届けしてますけどもいや皆さんのメッセージありがたいですねこのような形で内ち口の,のコメントとともにですねちゃんおかさんのようにまたねあ,<の>ありがとうございますつばめ集の方が来ていただいているっていうのがかまずーさんの力だなと思ってますけどもねと <laughs> いうことでちょっともう時間もですねかまさんという間に過ぎてきているので先にですね ちょっとコ,コーナーちょっとやろうと思ったんですけどもメッセージを読ませてもらったので告知からさせてもらってもユダなイビきが野菜。ということでこの番組ですね協力で入っています北谷町文化協会しまくとば青年部ですねからお知らせ沖縄半島ンンと合わせてお知らせということでお伝えいたします、えー、今年も、えー、開催することないビータル第12回しまくとばオンステージ。 島中歌声喫茶島クトバ編が開催されます。<laughs> ひらかりやびん、こ <laughs>、はい、の催しやいびしが野菜、えー、この歌の力で絵にしを作り出すということで、えー、今回は歌声喫茶がですね、ちょっとメインとなっている大きな舞台を今回させていただきます。実は毎年、 社団長文化協会の主催で,です、ね、私たち、社団長、しまきと青年部、舞台をさせていただいておりまして、ありがたいことに、今年でもう12回目を数えることになりました。で、今回はですね、もうやっと、まあ、昨年度はまだギリギリコロナっていうのもあってです、ね、なかなかこうあの制限が、うさるな、かるい、やいみいとしがややさい、崩しやなあのやっと。 皆さんで作り上げていける、そんな舞台がで,す、ね、できるところにまで、環境になりましたので、ぜひ参加していただけたらなということで、告知をさせていただいています。3月の17日の日曜日、会場がです、ね、茶壇町の二大センターのです、ね、家内ホールで開催されます。時間が午後4時開場、4時半開園となっています。 今回は「四万十歌声喫茶」とともにです、ね「就活短編劇」「ぬちぬ奪い方」と題して、えー、社会いろんなさまざまな社会問題がありますけれども今回は一つとして「就活」にトピックを当ててです、ね、皆さんと共に考えていく舞台を作り上げていきますで後半にですねメインでもあるように歌声喫茶を一緒にやっていく予定なんですがこれはです、ね、皆さん私たちだけでは 成功ができません。というのも、歌声喫茶や呼び行と、ぜひ改めてですね、会場の皆さん、お客さんがいらっしゃったら、完成になるという、そういう舞台になっています。皆さんで一緒に歌っていくことで、完成する舞台になっていますので、ぜひ皆さん、昭和歌謡、いろんな歌ありますけどもね、ぜひ一緒に歌対たいもたいし、えー、ぜひ 会場ででで一体感を作っっててすすね楽しんでいたただけたらなと思っております今ちょうど練習している歌としては、えー、と坂本九さんの歌をいくつか練習させていただいてます、明日があるさとかですね、えー、幸せなら手を叩こう、これを昭和歌謡で歌うのもそうなんですが実は私たちは島幕ば青年部なのでこれをまた島くとばに変えて歌っていきます。 またそのほかにもいろんな歌があります、えー、坂本九さん以外にも小芝吹雪さんのラストダンスを私にとかですねいろんな曲があるんですけどもそういった歌を一緒に皆さんで歌っていきたいなと思っています入場料はいちゃんだ無料な問い引くとぜひぜひ皆さん、えー、お急ぎでですねお問い合わせいただけたら嬉しいなと思っております、えー、主催が北谷町文化協会共催北谷町教育委員会 企画が沖縄半蔵 NPO となっています。運営が茶団町しまくては青年部でやっていきます。でお問い合わせ先がですね、零九八九三六八四七零零九八九三六八四七零こちらは茶団町文化協会の本部につながります。受付時間が火水木の午前十時から。 午後4時までの受付となっております。毎年ですね。あのチケットを、あのお求めになられる方は多くいらっしゃってですね。ありがたいことにですね。早めに。あの連絡いただかないとあ取れなかったっていう場合もあの何度もありましたので、ぜひ皆さん聞いてる皆さんからでもですね。早めにお問い合わせいただけたらなと思っております。入場無料となってますので、ぜひ是非よろしくお願いします。 そしてですねなんとなんと、アンサー2要塞、こちらにイメンージソーシャル、タラマのカマドゥさんがですね、にもス,ステージに出演していただけることになっておりますいカマドゥさんにもちょっと演技の方でですね出ていただきます、どの役柄かっていうのは、ちょっとまたまだ言えないところがあるので、秘密、燕集、はい、にも秘密です。<laughs> はい、ちゃんおかさんにも秘密です、今。はい、なので、<laughs> ぜひですね、もしいらっしゃっていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひお願いしたいと思います。また、えー、今回、特別出演ということでですね、えーと、琉球放送の方でパーソナリティされています、柳卓さんにも出演していただけることになっております。<ー>はい、なので、柳卓さんですね、実はその就活のアドバイザーも別でされているということでですね、今回の。いや <laughs> 考えることっていうのは、まあ、それぞれ家族の皆さんありますけどもねぜひその舞台を通して今回鎌ズさんのようにですね一緒に考えていっていただけたらなっていうのは私たちの願いでもあります、はい、いろんな形での,あの就活のあり方っていうのがあるんじゃないかということでですね一緒に考えていく舞台になってますのでぜひぜひ合わせてですねご覧にいただきたいと思いますということで皆さん ぜひ第12回「しまくてば音声時しまんちゅ歌声喫茶しまくトば編」と「就活短編劇犬ぬちぬうわい方」ぜひ皆さん3月17日の日曜日午後4時会場4時半開演のですね舞台に足敷髪、面相利用祭ぜひぜひよろしくお願いいたします。はいということでちょっと説明がなくなってしまいましたがえとぜひ3月17日は皆さん スケジュールを開けていただいて、ぜひ、茶壇町まで足を運びいただきたいと思います。ということで、えー、と告知の情報を、ね、お伝えしました。うんはい、ということで、カムさん、もうお時間がですねもう終わりの方に差し掛かっております。ちゃんおかさんからもコメントで、おわ,らわらわらわらってことで。ありがとうございます。ちゃんおかさん、いつも。ありがとうございますちゃんおかさん、これ、あれですかね、宮古島まろくん風人の、なんか。 あですね、画像ですねちょっと似てる画像がプロフィールの写真で描かれていやでもかまどさんに関わる皆さんやっぱり宮古タラマの関係やっぱりご存分かってらっしゃいますねいやさすがやっぱツバメの僕もツバメにあのメンバーに入りたいですツバメの一話だはいやっぱそうですよねいや本当にありがたいです助けられてありがとうございます若ツバメからや

話してていいただいてますけどももねあ田さんであのもうちょっと時間が来てしまっているので、あの最後に皆さんにですね聞いていただいた皆さんにちょっと一言、最後あのお声かけいただきたいんですけども。FM ギノワンのラジオイクスキフィワリトーティスディカプード聞いていただいてありがとうございます。はい ああ、お礼の言葉でしたね。ありがとうございます。本当ですね。もうこういう皆さんが聞いていただけ。るこそのラジオ放送に、なとえびくと野菜、本当にありがたいことですね。もう本当に、あ、えっ、ー、と、ちゃんおかさんから、女優かまどお姉さんには。高級な燕を用意しないといけませんね。<laughs> そこらへんまで。ちゃんこさん、また、またむならし、お願いします。僕もちょっとわからないことが多くて。よく叱られるんです。すみません。 はい、なてえ年差ってすぐなるので、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。お疲れりププってきてます。<laughs> であのメールでもですね、茶田あのクエヌメールの春さんさんから、えー、就活稲谷や八十三内便ということで来てますね。まあいろいろまたあのそれぞれの考え方であったりとか、いろんな価値観っていうのも違う中でですね、どう就活に向き合っていくかっていうのをまた皆さんと一緒に考えていく。 ま,たしまくとばで,ですねお届けしていきますので、ぜひ皆さん、足火が見えそうがわりよ足にさいということで、<laughs> 今週のチームがなさしまくとばニュースえーお届けしたのは、ワンネカマンカマンのマカやイリンやウシガニと、カマトワバイアイビータン、はい、チュウヤトーティスリガプー、ありがとうございました。<laughs> 皆さん、ぜひまた引き続き。 番組は FM ノ能ワンでお楽しみいただきたいと思います。79.7メガヘルツ、お楽しみください。それでは、またやさい。またや